はい、どうぞ。東京持ちです。関連で、あ、関連じゃない、官邸の東京新聞への抗議文をお願い、の関係です。長官、午前、抗議は事実と違う発言をした社のみとのことでしたけれども、この抗議文には主観に基づく客観性、中立性を欠く個人的見解など、質問や表現の自由にまで及ぶものが多数ありました。我が社以外のメディアにもこのような要請をしたことがあるのか、また今後もこのような抗議文を出し続けるおつもりなのか、お聞かせください。まずですね、この場所は記者会見の質問を受ける場であり、意見を申し入れる場所ではありません。ここは明確に行っておきます。会見の場で長官に意見を述べるのは当社の方針でない。東京新聞からそのような回答があります。この後に言ってありません。質問最後でお願いします。はい、東京文字です。ですね、今の関連ですけども、抗議文の中には森友疑惑での省庁間の協議録に関しメモあるかどうか確認していただきたいと、まあ、述べたことに、会見は長官に要望できる場かと抗議が寄せられましたが、会見は政府のためでもメディアのためでもなく、やはり国民の知る権利に応えるためにあるものと思いますが、長官はですね、今のご発言を踏まえてもこの会見を一体何のための場だと思ってらっしゃるんでしょうか。あなたに答える必要はありません。はい、ありがとうございました。